イクラの軍艦巻き飛びこの軍艦艦軍艦巻き。軍艦巻きは、酢飯を糊で巻き、その上に寿司種を乗せた寿司。その姿が軍艦に似ていることから名付けられた。イクラ、ウニ、シラウオ、ネギトロ、飛びコなど小さく、形の崩れやすいもの、あえ物を提供できることが特徴。前傾の焼き海苔を横方向に均等に3等分したうちの1枚を、 ネタを乗せた、握った寿司飯に巻きつけて作る。1941年、東京銀座の寿司店、銀座休兵衛において、当時の主人、今田利春が、客の注文を受けて考案。それまで、寿司ネタとして、馴染みがなかったイクラやウニを、握らずに、飯で固定する方法で完成させた。だが、当時の保守的な業界にあっては、非難を浴び、NHK のラジオ番組では、 ゲテモノみたいと言われたという。古い江戸前を語る寿司屋ではイクラを扱わなかったり、ウニを握り寿司にして出したりする店もある。また、軍艦巻きという寿司が、せいぜい数十分しか形を保っていられないため、出前メニューに限って入れない店もある。その一方で回転寿司屋では、多種多様なものを創作して、軍艦巻きにする。例えば、ネギマグロ、マグロユッケ、カツオユッケ、 イカオクラ、トロタクアン、エビのマヨネーズ和え、タラシラコ、カニ、カニ味噌とキュウリ、小柱、甘エビ、サラダ、ツナサラダ、シーフードサラダ、エビサラダ、納豆、コーン、ハンバーグ、味付け卵などがある。海外の寿司店、日本料理店ではキャビアを使うところもある。ありがとうございます。